回収時の SCP-1666-JP。アイテム番号、SCP-1666-JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。現在、SCP-1666-JP は日本沿岸部から 300km 以上離れた海上に位置する、保管サイト、81の収容ロッカー内に保管されています。新たに SCP-1666-JP の活性化が確認された場合、日本国内で発生した、ハサミが凶器として使用された殺人事件、事故の情報をもとに、対応チームによる SCP-1666-JP の回収が行われます。また、事件、事故の関係者に対してはプロトコル、立ちハサミに従い、専用の記憶処理と情報統制が実施されます。説明。SCP-1666-JP は鋼材を用いて作られた、全長 230mm ほどの一般的な要塞ハサミです。外見的な特徴として、経年劣化による錆や破損に加え、使用画像のように片刃を喪失している点が挙げられます。それ以外の点においては、鋼術する異常性を有する点を除き、通常の要塞ハサミの構成部品として使用することも可能です。SCP-1666-JP は不定期に活性化し、即座にその場から消失します。その後、自身の周囲 148km 圏内1の不特定位置へと再出現します。現在までの観測記録から、この際の点1点として、たった今、自殺を試みようとする人物、以下、SCP-1666-JP、A、が存在する場所、を選定する傾向が確認されています。その一方で、検証実験時の点位再現には成功しておらず、依然として詳細な活性化、点位条件は不明のままです。なお、消失の際、SCP-1666-JP に接着、接合されていた物体は消失することなく、その場に取り残されます。このため、GPS 装置などを用いた追跡、回収の試みは成功しません。点1点への再出現時、SCP-1666-JP は身元不明な人物の遺体、以下、SCP-1666-JP、B の胸部に突き刺さった状態で出現します。また、この SCP-1666-JP、B 出現の際には、上述した SCP-1666-JP、A が必ずその現場に居合わせます。多くの場合、SCP-1666-JP、A は動揺や錯乱の様子を示しますが、これは SCP-1666-JP、B の出現に起因するものではなく、供述する SCP-1666-JP 由来の記憶影響作用による反応であると考えられています。SCP-1666-JP、A に対して尋問を行うと、ほぼすべてのケースで SCP-1666-JP、A に共通する以下のような供述を行います。SCP-1666-JP、B は自らの家族あるいは恋人などの親しい間柄の人物であった。何らかの理由で自分と SCP-1666-JP、B は心中を試みようとしていた。心中の手段として、自分と SCP-1666-JP、B は分解したハサミの刃をそれぞれ持ち合い、互いに刺し合った。刺し合う瞬間、SCP-1666-JP、B が持っていた方のハサミの刃が突如消失し、自分は助かってしまった。これらの供述内で、SCP-1666-JP、A は、自らと SCP-1666-JP、B の関係性、及び、心中を試みた理由、について、明確な説明を行うことが可能です。一方で、なぜ、分解したハサミを用いて心中を試みたのか、について質問を行った場合、このハサミで刺し合えば、また一緒になれる気がした、という旨の曖昧な回答に行うとともに、その手段を実行したことへの明らかな後悔や喪失感といった感情を示します。それに加え、すべての SCP-1666-JP、B に対する身元調査の結果は、SCP-1666-JP、A の主張する人物が存在しないこと。
そして現在までに SCP-1666-JP-B が日本国内に存在していた痕跡が一切ないことを証明しています。同様に、SCP-1666-JP のもう片方の歯も現在まで未確認であり、SCP-1666-JP-A の証言以外で言及されたケースはありません。また、SCP-1666-JP 及び SCP-1666-JP-B 出現の瞬間を監視カメラが捉えていたケースでは、録画データに SCP-1666-JP-A の供述するような映像は残されておらず、SCP-1666-JP-A の旗へと瞬時に SCP-1666-JP-B が出現した様子が記録されているのみでした。以上のことから、SCP-1666-JP は自身の転移、出現に際し、SCP-1666-JP-A に対して限定的な記憶影響作用を及ぼしていると考えられています。この記憶影響作用は、クラス A 記憶処理で容易に取り除くことが可能です。一方で198から検査手順に追加された DNA 型鑑定の結果、一部の SCP-1666-JP-A と SCP-1666-JP-B の組において、遺伝子学上では兄弟姉妹あるいは親子関係にあたるケースが確認されています。この結果に対して、一部では消去、抹消型の現実改変が行われた可能性を疑う主張も上がっていますが、判断材料に乏しく、その主張を確証つけるまでには至っていません。SCP-1666-JP は196-04月27日から197-09月12日にわたって発生した。県の同じハサミが凶器として使用された殺人事件について調査を行った際に発見されました。当時、SCP-1666-JP は他の遺留品と共に回収されましたが、回収から一定期間は活性化することがなかったために、アノーマラスアイテムとして保管されていました。その後、活性化からの消失により異常性が判明。数度にわたる観測結果からその転移傾向と転移限界範囲の存在が確認されました。なお、現在の保管サイトに移されてから10年以上の期間、SCP-1666-JP の活性化は確認されていません。付録 1666-JP-A 以下は SCP-1666-JP 活性化記録の抜粋です。記録内では SCP-1666-JP-A、B それぞれを A、B と薬器。活性化記録、後順。記録 1666-JP-21、日付 198-A、B。男性に、年。A と同年齢程度の女性遺体。転移距離。消失後、保管場所から 107km 離れた地点、広島県、市、町、に再出現。概要。再出現後、A は警察へと自首を行い、B は身元不明者として遺体安置所へと送られた。同日中に対応チームによって SCP-1666-JP は回収され、問題なく専用プロトコルが実行された。詳細。A は、自身と B は恋人関係であったが、借金を苦に心中を試みた、と証言。SCP-1666-JP を心中に用いた理由に関しては、なぜだか、一番良い方法だと思ったから、と回答。それ以外については、その他の A 群と大きな差異は見られなかった。分析。調査の結果、A が多額の負債を抱えていた事実は確認できたものの、B が実在したという痕跡は一切発見できなかった。他のケース同様に、A の状況に合わせて植え付けられる記憶の筋書きが決定されているとも考えられる。記録 1666-JP-15、日付 197-A-B-3、都市女性。外見上40歳前後の男性遺体。転移距離。消失後、保管場所から 43km 離れた地点、兵庫県、市、に再出現。概要。A、B ともに活性化から5日の後に警察官によって発見された。その際、A は首を吊った状態で死亡しており、B に言及する文章を含む遺書を残していた。
警察により心中事件として処理された後、対応チームが SCP-1666-JP の回収を行った。詳細、回収された A の遺書から、A は B を自身の夫と誤認識していたことが判明。他の A 群のケース同様に、ハサミでお互いに刺し合ったが、B の持っていたハサミが突然消えてしまった、という旨の記述に加え、B を殺害してしまったことへの後悔や罪悪感に関する記述も確認できたことから、故意自殺であると判断された。分析。A が錯乱や罪悪感から自殺を試みたケースは、この記録を含めて7例確認されている。A はもともと自殺を試みようとしていたこともあり、明らかに異常な行動であるとは判断しかねる。記録 1666JP8 日付196 A、B 5、都市女性80歳前後の女性遺体転移距離財団による収容以前に発生した記録のため不明概要 A は近隣住民の通報で駆けつけた警察により逮捕されたが、その証言から精神に異常ありと判断されていた。 SCP-1666-JP は凶器として回収されるも、回収から4年後に証拠品保管庫から消失し、他の事件の凶器として再び警察に回収された。詳細、当時の供述書によると、A は B を自身の母親と誤認識しており、介護疲れのために無理心中を試みたと証言を行っていた。また、本来の母親が実在するにもかかわらず、B が母親であると完全に認識しており、むしろ本来の母親を、知らない人物、であると証言していたこともわかっている。分析。辻褄の合わない形であっても、記憶の改変が行われるようだ。一方で、後に追加実施された DNA 型鑑定から、A と B は遺伝子学上では親子関係にあることが証明された。A に植え付けられた記憶に最適と言える形で B が生成されたとも取れるが、現状では憶測の域を出ない。記録 1666JP1 日付194 A、B 当時発見されず、10代程度の女性遺体転移距離財団による収容以前に発生した記録のため不明概要記録上では最も古い SCP-1666JP が凶器として用いられた事案この時点から現在と同じ以上特性を有していたのかは不明 SCP-1666JP 及び B の出現は、県南部に存在した孤児院で発生。当時、B は忍び込んだ身元不明の孤児とみなされ、孤児院内で同日に発生した殺人事件の犯人として処理された。この際、SCP-1666JP も凶器として回収されていたが、その後の足跡は不明。詳細、事件当時、A となる人物の存在は確認されていなかった。口述の追記及び付録 1666JP-B を参照のこと。分析。さらなる調査により、同孤児院にて、分解したハサミの刃を用いての心中事案が2件発生していた事実が確認された。その手段は SCP-1666JP-A が共通して主張する、分解したハサミの刃で互いに刺し合う、という心中方法とほぼ一致しているものの、SCP-1666JP 同様の異常性は見受けられず、正確な関連性については不明。追記199に追加実施された DNA 型鑑定から、記録 1666JP 一発生時に出現した SCP-1666JP-B と遺伝子学上では両親を同じくする人物である江夏氏の存在が明らかになりました。それに加え、194年時に江夏氏が上記の孤児院に在籍していた記録も確認され、当時未発見であった SCP-1666-JP-A と同一人物である可能性が示唆されました。付録 1666-JP-B 後日に行われた江夏氏に対する聴取から、江夏氏は当時出現した SCP-1666-JP-B を、実の姉、と認識していた事実が判明しました。以下の文章は、聴取時に取られたインタビュー記録からの抜粋です。インタビュー記録 1666JP 日付199。対象、江夏氏、女性7、歳。インタビュアー、
エージェント、初谷。追記。当時、インタビュー対象の江夏氏は肺水腫を患い入院しており、未解決事件の調査、の名目のもと、担当医から30分間の面会許可を得た上で行われました。なお、文章化に際して、江夏氏との会話は標準語に変換して記録されています。録音開始、199。エージェント。それでは194年の当時、孤児院で実際に起こった出来事をお聞かせください。江夏氏、どこから話しましょう。4秒間沈黙、当時は戦争で親を亡くした孤児がたくさんいました。同じように、私と姉も両親を戦争で亡くして孤児となり、親戚をたらい回しにされた挙句に下り気ついたのが九段の孤児院です。もっとも、鑑別所と大差のないような場所でしたが、エージェント、私たちが調べた限りでは、院長をはじめとした職員による、児童への虐待や行き過ぎた指導が日常化していたとか。江夏氏、当時では、国の助成金目当ての悪質な孤児院もたくさん作られていたそうですので、5秒間沈黙、そんな孤児院の中、特にひどかったのが院長の娘による横暴でした。彼女は自分が院長の娘であることを良いことに、いつも自分以外の子供をいじめていまして、時には職員へと出まかせの告げ口までしたりと、ひどいありさまでした。エージェント、院長の娘、お姉さんが犯人とされた殺人事件の被害者ですか。江夏氏、あれは、姉がやったわけではありません。4秒間沈黙、すべては、私のせいだったのです。エージェント、どういうことでしょうか。江夏氏、あの日、私は運悪く、彼女のいじめ、暴力の標的となっていました。私は、そんな彼女から逃れようとして、ただ軽く払いのけただけのつもりでした。そうしたら、彼女はいつの間にか、階段から落ち、額を両手で覆う。エージェント、死亡事故の真相について無理に話す必要はありません。私はただ、その後に起きた出来事についてお聞きしたいだけです。江夏氏、その後、姉と私は彼女の遺体を隠しました。ですが、見つかるのも時間の問題。院長の娘の殺害です。もしも見つかればどんな目に遭うのか、想像することすらためらわれました。エージェント、そこで行き当たった考えがお姉さんとの心中だった、ということですか。江夏氏、今思えば間違った考えであったと、はっきりわかります。悔やんでも悔やみきれません。ですが、当時の私と姉は日々の出来事に疲れ果て、死んで楽になりたいと何度も思ったほどでした。エージェント、しかし、なぜ心中の手段として、分解したハサミの刃で互いに刺し合う、など選ばれたのですか。変な言い方になりますが、もっと確実かつ楽な手段もあったはずですよ。江夏氏、孤児院の子供たちの間で流れた、一種のまじないのようなものでした。分解したハサミの2枚の刃それぞれを使ってお互いに刺し合えば、次に生まれ変わってもまた一緒になれる。時代や環境は異形があったとはいえ、実際にこの手段で2組が心中を図ったとも噂で耳にしていました。エージェント、それほどまでに異常な状況であった、ということですか。資料をめくる、失礼、続きをお願いします。江夏氏、私と姉は用意したハサミを壊し、2枚の刃の部品に分解しました。その後はそれぞれの刃を互いに持ち、向かい合った状態で何を喋るでもなく、しばらくは姉と見つめ合った状態が続きました。きっかけは私のたった一言でした。その一言の後に、私と姉は互いの胸にハサミの刃を突き立てました。4秒間沈黙。ですが、姉が持っていた方の刃は、私の身体に触れるその一瞬前に消え失せたのです。まるで手品のように骨粘と、でも、そのことに気づく前に、私の持っていた刃は、姉の身体に深く突き刺さり、軽く咳き込む。エージェント、江夏さん、大丈夫ですか？江夏氏、どうぞお構いなく。息を整える、姉が床に倒れて動かなくなっても、しばらくは何が起きたかわかりませんでした。ようやく状況を理解したところで、気づけば私はその場から逃げ出し、別の部屋の隅でいつ来るかもわからぬ職員たちに怯えていました。いつの間にか、外では騒動になっていました。しかし、なぜだか皆は私を探している風ではありませんでした。エージェント、お姉さんが、身元不明の孤児、として、犯人にされたためですね。
江夏氏。はい、不思議なことに、なぜだか姉のことを誰も覚えてはいませんでした。まるで、最初からいなかったもののように扱われていたのです。そして、わけがわからぬうちに、身元不明の孤児が犯人となっていて、私は誰に罪を咎められることもなく終わりました。6秒間沈黙、今思えば、それは姉が私の罪をすべて持って行ってくれているようでした。エージェント、奇妙なことを聞くようですが、お姉さんに何か変わったところや、他の子供たちとは何か違うと感じるようなことはありませんでしたか？江夏氏、わかりません。ただ、強いて他人と違うところを挙げるとすれば、それは誰よりも心の強い人だったということです。そして、私を誰よりも愛してくれていた。だから、時々思うのです。姉はそもそも心中などしたくなかった、私を殺したくなかったのではないかと、咳込む。エージェント、少し、休憩しましょう。江夏氏、いえ、いいんです。ベッドにもたれかかる、思い返せば、私が姉に無理を言ったことが発端でした。あの時、私はただただ楽になりたいだけだった。そして、それは姉も同じであると思い込んでいました。だからその時は、お互いに相手を楽にしてあげられる、一番の解決策のようにすら感じていたのです。エージェント、江夏さん、あなたはあの日の出来事について、どのようにお考えですか？江夏氏、共に行けなかったことよりも、私に姉を殺すことへの葛藤や迷いがなかったこと、それが、ただただ心残りでなりません。もしあの時、私が姉を殺したくないと少しでも思っていたのなら、もしかすると、私が持っていた歯も消え去り、互いに死ぬことなく少しでもまた一緒におられたのではないだろうか。なぜだか今でも、つい、そんなことを無双してしまうのです。あの日に戻り、再びやり直すことができたらなんて、馬鹿げた無双。終了報告書。インタビュー後、江夏氏は財団管轄の病院へと移送され、精密な調査、検証が実施されました。しかし、検証結果に異常性は見受けられず、江夏氏と SCP-1666-JP の明確な因果関係は示されませんでした。この半年後、江夏氏は肺水腫のために死亡しました。現在、SCP-1666-JP 起源の調査については、一部活動を除いて凍結されています。